上はブラシ。下は毛を植え込む前の土台となる木部。等間隔に穴が開けられている。土台となる木部に手作業で毛を植え込んでいるところ。ブラシあるいはブラッシュは木材や合成樹脂や金属などでできた土台部分に小さな束にした毛を一定の間隔で植え込んだもの。漢字ではブラシの字を当てる。なおタワシやササラもブラシの一種である。 毛のの部分の材質としては、植物性、動物性、金属性、合成繊維などがある。ブラシの種類は多く、およそ3000種以上に及ぶ。大分類すると用途により、家庭用、新編化粧用、工業用などに分類される。真鍮ブラシ、ステンレスブラシなどがある。硬度の違いを利用して使い分ける。例えば鉄についた錆を落とす場合には、 真鍮ブラシを使うと、サビだけが落ち、鉄部の本体を傷つけずに済む。鉄よりも、真鍮の硬度が低いからである。名称通りの使い方をするとは限らない。例えば、歯ブラシの新品は主に歯を磨くために使われるが、使い古した歯ブラシは、掃除や機械の整備にも使われる。抽象化すると、例えば以下のような結果や効果を期待しているとも言える。 ABCD 日本大百科前書、ブラシ猫の舌はもともと表面がブラシ状になっており、そうした舌で自分の毛を舐めることでホコリなどを取り除き、毛並みを整える。ありがとうございます。